独自路線を進み、人気を博していた DTM で戦闘力を発揮、1996年にはチャンピオンを獲得したオペル、カリブラ。そのマシンには、どのような秘密が隠されていたのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はクラス1規定で争われた90年代中盤の DTM に参戦したオペル、カリブラのエピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1899年に自動車製造事業を開始、モータースポーツにも1902年から参加するなど、長い歴史を持つドイツのオペル。戦後はラリーを中心に、モータースポーツ活動を行ったオペルは、ヨーロッパラリー選手権で4度の王座を獲得、世界ラリー選手権でも、1982年にアスコナ400を操る、バルター・ロールがドライバーズタイトルを獲得するなど、栄冠に輝いていました。そんな中、オペルの母国であるドイツで人気を博していたのが、1970年代に発足したドイツレーシング選手権 DRM でした。ヨーロッパを代表するレースシリーズへ成長していった DRM は、1986年にはドイツツーリングカー選手権 DTM と名を変え、グループ A ベースのマシンによる争いへ移行。すると、量産車の反則につながると見た自動車メーカーの参戦が急増し、メーカーワークスによる技術競争が過熱。一層の盛り上がりを見せていたのです。しかし、そんな DTM に転機が訪れたのは1992年。開発競争が激しくなった DTM ではメーカー間の圧力を生み、この年3大ワークスのうちの2つであるアウディ、BMW が撤退。ワークス参戦メーカーがメルセデス・ベンツのみとなってしまい、シリーズの再建を迫られたのです。そこで、DTM はグループ A をベースとした規定をこの年限りで廃止。より車両の改造範囲が広いクラス1規定を採用して、再出発を図ることになりました。このクラス1規定は、世界的に開発費高騰が課題となっていたグループ A の問題を解消するため、FIA が DTM のグループ A をベースとした独自規定をベースに、その要件をさらに緩和した車両規定で、当時 F1 などで発達が著しかった、電子制御デバイスの採用なども許されており、これにより高性能なマシンによる、激しいバトルが期待されたのです。そして、その新生 DTM にワークス参戦を表明したのがオペルでした。ラリーでの功績があったものの、サーキットレースでの活動には消極的だったオペルですが、90年代に入ると、ブランドイメージの向上戦略の一つとして、レースでの活動を強化。F3 エンジンの供給や、BTCC への参戦など、その範囲を徐々に広げていたのです。それまで DTM への参戦は、プライベーターへの車両提供にとどまっていましたが、このクラス1規定が発足するタイミングで、ワークス参戦を決定。メルセデス・ベンツ、アルファロメオに続き、3つ目のワークス参戦メーカーとして、新生 DTM へ参入することになったのです。こうして、DTM へワークス参戦を決めたオペルは、マシン開発に着手。それまで DTM におけるオペルユーザーのプライベーターチームは、フォードアセダンのオメガ3000で参戦していましたが、クラス1マシンのベース車両としてオペルが選んだのは、2ドアクーペのカリブラでした。カリブラは、1989年からオペルが市場に投入したスペシャリティクーペで、量産モデルで木売り機性能を徹底追求。CD 値が 0.26 と、当時の量産車の中で最も優れており、高いポテンシャルを秘めた1台でした。そんなカリブラをベースに、オペルテクニカルデベロップセンターで開発が進んだクラス1マシン。ボディ設計は、優れた CD 値を誇る空力デザインはそのままに、規定に最適化するためワイドボディ化。エンジンは、後に市販モデルにもラインナップされることになる、バンク角54度の 2.5 リッター V6 エンジンをベースに、コスワースと共同開発で手を入れていき、軽量コンパクトな設計を実現。
ライバルになると見られたアルファロメオの V6 エンジンが130キロほどだったのに対し112キロという軽量設計を実現したほか、パワーは登場初期段階でも400馬力を発生。トランスミッションは当時 F1 でも重宝された X トラック製の6速シーケンシャルミッションを採用する本格レーシングカーでした。市販モデルでは FF とフルタイム 4WD がラインナップされていたカリブラですが、クラス1マシンでは 4WD を採用。トルク配分は状況に応じて3パターンから選択することができました。こうして完成したカリブラはクラス1が発足した93年の最終戦にスポット参戦した後、翌1994年からは本格参戦を開始。チーム運営は名門ヨーストレーシングに委託したほか、ドライバーに元 F1 王者のケケロズベルグらを起用する協力体制でクラス1規定の DTM に挑んだのです。しかし参戦初年度は苦戦を強いられることになります。この年3大体制で参戦したオペルでしたが、1年早くから参戦しているメルセデス C クラス、アルファロメオ155についていくことができず、苦しい戦いを強いられ、ランキング最高位はマヌエル・ロイターの8位。7月に選手権外として開催されたイギリス、ドニントンパークのレースで優勝を果たしましたが、シリーズ戦では未勝利に終わり、2メーカーとの差を痛感するシーズンとなったのです。前年の惨敗を受け、95年にオペルは参戦体制を強化することになります。ヨーストレーシングには前年ランキング最上位を獲得したロイターに加え、元 F1 ドライバーのヤニック・ダルマス、 JJ レートを迎え入れ参戦。ロズベルグは自身のチームを立ち上げ、自らとクラウスルドビックの2大体制で参戦することになったのです。そしてマシンも着実な改良を実施。この年は F1 のウィリアムズと提携してマシンを開発。重量バランスの改善と低重心化を目指すため、4WD システムの設計を見直し、エンジンの搭載位置をより低く、車体中央寄りに後退させることに成功、運動性能を大幅に改善したのです。さらに、ボディの剛性アップが図られたほか、燃料タンクを3つに分割することで重量配分を改善。エンジンも450馬力までパワーアップしていました。しかしこの年も勢力図を大きく変えることはできず、この年は最終ラウンドのホッケンハイムでルドビックが連勝を飾り、ようやくシリーズ戦での初優勝を飾ったものの、新設計の駆動方式はトラブルも多く、チャンピオン争いに絡むことはできず、ランキングワルドビクの3位が最高で、マニュファクチャラーズでは依然として3メーカーの中で一番下。この年は DTM と並行して国際ツーリングカー選手権 ITC が開催されましたが、こちらもドライバーランキングの最高位は5位と苦戦を強いられたのです。この事態を重く見たオペルは96年に向け再び参戦体制のテコ入れに動くことに。オペルのモータースポーツ部門の責任者であったバルタートレイザーは、メルセデスのマシンで DTM に参戦していた有力チームザクスピードにオペルへの鞍替えを打診していたのです。しかしメルセデスユーザーであったザクスピードは95年に3勝を挙げており、パフォーマンスが劣るとされるカリブラに乗り換える理由はなく、当初はこれを拒否していました。しかしザクスピードを率いていたペーター・ザコースキーがオペルが持つ開発技術に興味を示していることに目をつけたトレーザーは、ザクスピードをマシン開発にも関与させるという条件で再度オペル陣営へ加わることを打診。するとこれが功を奏し、ザクスピードが1996年からオペルユーザーとして参戦することになったのです。さらに前年は大きな改良がなかったマシンは96年に向け大幅な改修を実施。エンジンは SUV のモントレーに搭載されていたバンク角75度の5リッター V6 エンジンを 2.5 リッター化する形に置き換えられ、低重心ショートストローク化に成功。これによって運動性能を改善したほか、パワーも約500馬力まで引き上げることになりました。さらにシャーシも新たに加わったザクスピードのノウハウを活用。シャーシはその多くがカーボン製に置き換えられたほか、そのカーボンでコクピットを覆うことで光合成も確保。前後重量バランスを改善するためシート位置を見直すなど、徹底的な改良が図られることになったのです。
さらに、多くの電子制御システムの搭載が認められていた DTM では、かつての F1 に匹敵するほどのハイテク技術の採用が進んでいましたが、オペルでは独自のラジエーターシャッターを採用。これは、ストレートでラジエーター開口部が閉じ、ドラッグを軽減させることを目的としたもので、全メーカーが採用していましたが、オペルは独自のフィン状のシャッターを採用し、シャッターが開いているときは、より多くのダウンフォースを発生させる工夫がされていました。DTM では、可動式の空力パーツの採用は認められていませんでしたが、表向きには冷却効果を改善するためのシステムとして許可を取り付けることに成功。規定のスレスレを狙ったパーツで空力効果を改善していたのです。そして大幅に改良を施されたマシンでこの年のオペルは躍進。開幕ラウンドのホッケンハイムをロイターがいきなり制し、幸先の良いスタートを切ると、その後はそれまでのシーズンから一転、アルファロメオ、メルセデスと拮抗したチャンピオン争いを展開。第4ラウンド、第5ラウンドの4戦で4連勝を飾るなど、鮮烈な速さを見せたのです。中盤戦では、アルファロメオ勢が6連勝を飾るなど、終盤まで熾烈なチャンピオン争いが続くシーズンとなりましたが、最終的には年間を通して安定した走りを見せたロイターが、ドライバーズチャンピオンを獲得。オペルは9勝を挙げマニュファクチャラーズタイトルも制し、DTM、ITC の閉鎖となったこの年のチャンピオンシップで、見事2冠に輝いたのです。そして、オペルはその速さを確固たるものとするため、翌年に向けて新車を開発。この97年モデルは、設計をザクスピードに委託し、秘密裏に計画が進行しており、秋にはプロトタイプが完成。シャーシは96年までのものから完全に刷新され、ウィリアムズ提供のパドルシフトや、風洞実験を繰り返し洗練されたフロントノーズ、リアディフューザーを搭載するなど、大きな進化を遂げていました。しかし、開発競争の激化、ITC との共催などによる、参戦コストの高騰から、オペルは96年の秋、DTM、ITC からの撤退を発表。アルファロメオもこの年限りでの撤退を表明したことから、クラス1規定の DTM、ITC はこの年限りで消滅。97年型のカリブラが実戦に姿を現すことはなかったのです。ツーリングカーレースの常識を変えたクラス1規定時代の DTM で、最後のチャンピオンとなったオペル、カリブラ。そのツーリングカー離れした驚異の走りは、多くのファンの記憶に残っています。いかがだったでしょうか。今回はかつて DTM に参戦したオペルカリブラについて解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。